はるきちゃんです。ちゃんです。ねるです。ということで今日はスナイパーの神二人に集まってもらいました。よろしくお願いします。すごい温度差が。今シーズン SR もカスタムできるじゃないですか。 SR 使いたいけど私なんか何が強いのかちょっとよく分かってなくて、なので二人に教えてもらいながら SR 使ってやっていきたいと思います。 Let's go。来た。多いから、前までは確定で金庫とかにあったってこと？2個確定。やめてくれよ。めちゃめちゃ出やすかったのに。毎試合絶対手に入るみたいな。あと SR 持ってる人なんか多いイメージあったんだよね、今シーズン。多いね。強いっすもんね、やっぱ。欲しいな。何あの金色のやつ。金の。変わってる？新武器、なんかアップデ直後に取ってるからさ、やばいね。うん、確かに。何このロケラン。何なんか降ってきてるけど大丈夫？なんかエグいロケランあるんだけど。大丈夫ですか？なんか人もいね。マジ？これわかんない。とりあえず保管庫開けるか、開けて見てみよう。行きましょう。あ、でも2個開いてる。2個開いてる。あ、スナイパーじゃね？スナイパー2個。やったー。で、こっから金色。うわー。あさるか。あーやるか。これなんだこれ。オンビルあるやん。なにこれ、ロケットランチャー。見て、なんか透明になれるんだけどこれ。なにそれ。これで、はい、あげるよキューちゃん。ありがとう。30秒も使えないけど。ステルス迷彩。なんか今回のアップデで音題を忘れてた。そうだよ。多分競技してる人と僕たちがやるよう。アタッチメントのあれ多分違うと思うんですよ、ね、なるほど。じゃあどっちも教えてほしい。私瞬射画面から録画してるよね。録画してる。ありがとうございます。僕はまあスコープは、僕の完全好みだけど僕は4倍一緒だ。4倍。そう。なんか私当倍のイメージあった。なんかみんな使ってるからですよね。でも、多分競技やってる人はこの2倍、やっぱ2倍か当倍が多いかも。その、対面中にも使えるし、2倍が多分一番安定。索敵もできるしみたいな。そうそう、なんか程よい感じ。中距離、結構競技って中距離を狙うから。まあ、あとは、あとあれだね、ドラムマグだね。まあ、俺も一緒だ、これ。ドラムマグ。これはドラムマグ。で、ここの、なんか何フォアグリップ系はあんま気にしてない。何でもいいんだ。これ、僕アングルフォアグリップってやつつけてるんですけど、これマジで、早いっす、覗くとき。じゃあもうトリックショット系とかは。あ、そっか。そっかそっか。トリックショットめっちゃやりやすくなるっす。ええ。これ推しにしよう。これやっぱまあサプですよね、サイレンサー。あ、僕逆っすね。マズルブレーキ。マズルブレーキ。競技はバレない方がいいから、やっぱサプレッサーか。終盤とか結構バレない、意外と。コンタスしてるしね、いろいろ。あ、なるほど。ショット欄にサプとかつけるとさ、なんか、どこどこどこみたいになる。もう僕は完璧大人とも嫌なんで。確かに、そっか。映えるもんね。映えるもん。あ、なるほど。この企画面白。結構おもろいな。面白い。僕もバイオネロ。普通にやってよかった。めっちゃ面白いわ、その。そう、その話聞くの面白すぎ。それを使って、もうあと一歩、あのガチャ、なんか湧くところがあるんだっけ？ところ行ってみて、はい、探しに行きましょう。めっちゃ強いっすよね、今シーズンのマジで。もう確定で取れるっていうの。確定があるって。SR 動画取りやすそう。いや、めっちゃ取りやすいっすね。とりあえずね、行っとけばね。でもすごい出なかった時期あったって言ってたし。いや、そうなんだよな。いや、OG の時とか結構大変でしたよね。あの時ちょっと奇跡やったけど、動画撮った時。ね、確かに。なんか救援物資からめっちゃ出てきた。そう。あ、待って、撮られてるかも。あ、撮られてます。マジですか。あ、でも、ありました。うわ、やった
来たー。やられてたけど余ってました。え、これいじれるんですか？のかな、ここはいじれない。あ、いじれないんだ。そう、救助するあれかも。レッドドットじゃね、それ私結構好きなんだよね、このドット。うん、それか僕のおすすめ使う、これ。なんか当てやすい気がする。これ使ってもいいよ。え、じゃあそれ使ってみようかな。瞬射、瞬射おすすめカスタム。これいいね、この2倍もいい。これあ、めっちゃむずくないですか、2倍。え、僕もその2倍程よいけど、僕なんかあんまレティクル自体はちょっと好きじゃないあー、結構スナイパー感ないですよね、あんま。あ、好みもあるか。あ、ここいる。よし、これで借りまくろう。うわうわ、すごい、あの人の動き。どこだ、左側に行っちゃったな。お久しぶりだな、この SR みんなで持って。SR 銃声しか聞こえない。うん、こんな、おい、ナイス、ナイスは。そう、あと今回、アップデで、その遠距離のスナイパーの弾が落ちるようになったらしい。その偏差が、うん、ああ、そうなんだ。これ撃ってみると、もともと結構落ちるイメージあったけどな。もうなんか遠距離、さらになんか、競技の遠距離。本当だ、落ちてる、めっちゃ。え、めっちゃ落ちてる。めっちゃむずいやん、これ。スナイパー環境すぎて、競技が。ああ、確かに。成果わかんないけど、偏差自体が今回のアップデも。じゃあ遠距離、結構むずいんだ、きついね。難しくなった。そんな落ちるんだ。あ、いる。遠距離チャンスだよ。遠距離チャンス140m ぐらいか。そんな。あ、当たった。あ、落ちる。ナイスー。もう一人でも先頭にいたと思う。あ、いるいるいる。イエーイ、ナイスー。いや、ぶっ壊れすぎだろ、このスナイパー。ちょっと強すぎない？強すぎ、ダメ。できる。よっしゃ、よくはあるよね。ナイス。んな、あの列車乗ってる。本当だ。列車乗ってる？あ、もう終わった。あ、終わった。あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃった。もうこの前に終わっちゃうのかな。ヘリ早っ。ヘリ早っ。やばいよ。全然。人間出会ってないけど。全然出会ってない。ウェルさんの今年の目標とかは ないですか？先生、マジないっすね、なんも。ない。え、そんな人いるんだ。なんかYouTuber みんな掲げない？今年の目標。いや、掲げるっすよね。いや、僕もそのなんかみんな登録者何万人とか言うじゃないですか。うん。いや、僕本当なくてそういうの。もうよく。まったりね。まったり。まったりね。マジでまったりで、なんか楽しくできればいいなみたいな。ああ、やっぱそれが目標っすよ、やっぱり。そうそうそう。もう今と変わらず楽しんで。うわ、それめっちゃいいな、勝者は。聞いてなかったな。僕もまあまったりかな。そうだよね。まったりかな。そうかも。私もだって今年働きすぎないって。ああ。まったり。全く見えんすね。全く見えない。え？笑った。違う違う、ちょっと待って。え？なんかジャンパ飛んだら、ジャンパ飛んだらグライダー開かれなくて、なんかあのトリックショットする時のジャンパみたいな感じだって。え、マジ？これあれなんですね、多分ジップライン使うと死ぬんですよ。あ、そういうこと。昔からあるんですね、このバグ。バグなんだ。さよなら。本当だ。3年ぐらいあるんじゃないですか。ワンチャントリック狙って死んじゃう時もあるのか。あります、あります。トリックってやばいな、普通に考えて。いや、あれもなんかもうバカがやることですよ。あれ普通にやばい。普通にメンタルやられるっす。ね、一発にかけるショットもあるし。しかも最後にしか狙わんけん。ああ、ラストまで行くのがもう確実じゃん。確実なんですよ。もう行かないといけない。前提条件がね、まず。そうそう。だからこそやっぱ明日の時はね。あ、マジやべっす。バリクソ、もう気持ちいいっす。来た？あ、いるいる。じゃあここにいる。おお。わお。近い近い。見えます。ナイスナイス。スコープを使わずに。はい、スコープを使わずに。え、なんかこれスコープ覗いとってもなるんすよね。
そう、あとこう倒した瞬間にこうやって AR 切り替えると、うんうん、なんか色々 AR になったりするんだよ。その反転になるんだ。キュちゃん、あいつやったー、はい、ナイス。お、あと2人、もうあと2人だ。ワンパンパン嘘だ懐かしいアンビル、まだ乗れんのかな、これ。そんな、お、はいはい。あと2人、あ、入れるけど、ここにいる。よっしゃー、オッケー、パラニュー。あと1人、あと1人どこだ。あと1人、同じパーティーやけど、ね、また近くに降りそうっすけどね。ね、どこ行ってんだろう。上はいないか。やべやべやべ進行中。そっち行ってるすげえすげえ。終わっちゃった。いつものアンチですね。アンテの。何してんねん。おお。アンチですねやった。まあよかった。僕たちのアタッチメントはこれですねやっぱり。ああなるほどね。やっぱ競技と。そうだね。ね、トリックショット全然違うんだ。え、うん、面白かった。みんなリスナーに人気のものとか。なんかアンケート取りたいけどな、どうなんだろう。ね、逆にその、ね、リスナー視点のね。ねえ、楽しかった。ということで、チャンネル登録、高評価、各 SNS のフォローよろしくお願いします。2人のチャンネルは概要欄に貼っとくので、フォローよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。